ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で、今回ご紹介させていただくお車がこちら、2018年式アウディ RS3 セダン、はい、走行距離5800キロ、はい、こちらの車両でございます。はい、これちょっと僕下調べしたんですけど、はい、すごい車っすね。これすごいんですよ。はい、A3 のちょっと早いやつでしょって思ってたんですけど、はい、全く違いますね。全く別物ですね、はいはい、とんでもないお車でした。これそうですね、はいはい、ちょっとその辺を、はいはい、見ていきたいと思います。はい、でじゃあ前から、はい、いいでしょうか。はい、はい、これ前回りは当然 RS 専用な、はい、そうです。前回りな、前回りですね。はい、はい、でバンパーの衣装とか、はい、あとは、まあ、エンブレムとか、はいはい、この車で言うと、はい、このシルバー、はいはい、グリルのフレームですね。はいはいはい、はいはい、これが一応オプションの扱いになってます。あ、そうなんですね。はい、ちょっとこの半ツヤな、そうですね、はい、ちょっとマットな感じの、はいはい、シルバーがオプションなんですね。そうです。なるほど。あとヘッドライトもこれマトリックス LED になってますね。はい、こちらも RS3 だと標準なんですよね。うん、そうですよ、はい、このマトリックスが標準です。ですよね、はい、普通の A3 だとオプション扱い、うん、オプション扱いです。はい、これも標準でついてる、はい、そうです。これもかっこいいですね。なんかこの横にこうちょっとシュッていう、はい、アクセントがついてて、なんかすごくエッジが効いてて、はい、かっこいいと思いますね。今時なアウディの顔になってますよね。そうですね、はい、はい、で当然車の幅もちょっとワイドになってるんですよね。そうです。フェンダーとかがワイドになっているので、はい、当然バンパー関係もそれに合わせた形になってますね。あ、なるほど、はいはい、うん、でフロント20ミリのちょっとこうなってみますけど、はい、リアが14ミリ15ミリぐらい、そうですね、はいはい、ワイドになってるっていう、はいはい、そんな前回りに、はい、うん、これこのマットも標準ですか。これですか。はい、このエンブレムもなんか艶消しになってますけど、エンブレムも多分艶消しのセットのオプションか。あ、なるほど。ちょっとそれグレーなグレーですね。余計なこと言わない方がいいですね。はい、はい、そんな前回りですね。はい、はい、で横に回っていくと、うん、はい、今度は今回ちょっとこっち回りですけれども、はい、はい、当然いろんな RS 専用のパーツが付いてるわけですね。はい、はい、でまず車高もちょっと低いんですよね。若干低いです。はい、はい、でそしてこのブレーキがなんかとんでもないことになってますけど、ものすごい大きいですよね。はい、このボディサイズにこのブレーキキャリパーっていうこのちょっとアンバランスさがなんかちょっと、そうですね、はい、うん、8ボットの、はい、そうです。なんかローター圏もなんか370ミリぐらい。そうなんですよ。だから詳しい方が、はい、えって思うと思うんですけど、はい、このボディサイズで、はい、このローター圏ってすごいんですよね。ギャップがすごいですよね。すごいです。これがつくかっていう。そうです。はい、でまあ、専用なんですけど、はい、19インチ、はい、純正でこの薄さですから、はい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 、なんか結構頑張ってんなみたいな、そうですね、感じがします。すごいっすねこれ。足元がすごいですよね。でホイールもなんかちょっとかっこいいっすね。本当に最近のアウディの感じの、はいはい、うん、ですね、スタンダードな5本スポークですけど、この太さの左右違う、はいはい、感じで、はい、でもタイヤなんか意外にこうちょっと引っ張ってる感のある、そうですね、はい、P0 が標準なんですね。はい、はい、リムガードががっつり出てるって感じですね。はい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 、はいはい、ちょっと逆にでも、うん、もうちょっとこう立ってるタイヤの方がかっこいいんじゃないかなと思っちゃったんですけど、僕どうなんすか、その辺は好みですか。好みなんですよね。なんかちっちゃくも見えちゃうじゃないですか、うん、足元。確かに、はい、でも、はい、やっぱり薄さをメーカー純正で出しているので、はい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 、どうしてもリムガードを出したいんじゃないですか。ああ、なるほどなるほど、うん、純正としては、はい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 、もしかするとなんかもうちょっと車高落としたらそのままかっこよくなっちゃいそうな、それぐらいの引っ張り感ですよね。はい、まあ、このアルミホイールとその、はい、このキャリパー このギリギリな感じがこのクリアランスもすごいですよね。純正でこんな攻めるんだなみたいな、すごいですね。いや、すごい足元ですよ。あとは、はい、当然 RS モデルなんで、はい、見せかけではなくちゃんとフロントのダクトから空気もちゃんと抜けていると。そうなんですね。そうなんですよ。こっちに取り込みして抜けるところもちゃんとダミーじゃなくて、うん、ダミーじゃないです、はい、なんかここを風通すとなんかすごく空気抵抗が良くなるんですよね。そう、はい、最近の車結構ここにダクトついてると。そうなんですよ。なるほど。整流効果っていうかこうブレーキの、はい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 、放熱も良くなるっていう、引っ張られてと。そうですね。なるほど。らしいです。はい。で通り越しちゃったんですけど、これボディから一番最初に触れなくちゃいけなかった。ごめんなさい。ボディから忘れてましたけど。はいはい、そうです。これ色すごいですね。すごいですよね。はい、なんとナルドグレー。ナルドグレー。はい。なんかもう東京店だとラッピングした車でこの色が多すぎて、はい、ちょっとラッピングじゃないかって疑っちゃうんですけど、まさかの純正ナルドグレー。そうです。うん、これソリッドですよね。そうです。で皆さんその
この車、ナルドグレーの車を見ると、はい、もうものすごくこうなんていうんですか、おおすげえ、はいはい、いい色ってなるんですけど、はい、まあ、なかなかこうカタログで新車で買えない色かなと思います。勇気がいります。勇気がいります。なので希少色と僕らは捉えてます。はい、めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。ソリッドですからね。メタリックが一切入ってないっていう、うん、すごくいいですね。バランスがいいですね、全体のね、うん。そしてまたサイドに戻ってきてますけれども、はい、サイドステップがついてるのもこれ RS なところなんですね。そうです。なるほど、はい、ちょっと小ぶりな、はいはい、結構立体感ありますね。そうですね、あの高さの、はい、あのなんていうんですか、厚みはないんですけど、はい、横に意外とこう出てるっていう。そうですね、はい、ちょうど運転席と後ろの席の中間のところがちょっと出てて、うん、はいはい、この辺がすごく出てますね、はい、一直線っていう感じじゃないんですね。そうですね、ここがちょっとふわっと出てそう膨らんでます、はい、うん、なるほど。でこのミラーとか窓枠がマットなのも、はい、RS 的なところなんですか。これが、はい、そうですね、これもそうですけど、はい、あのアルミのなんか素地みたいな感じになってます。これは S モデル RS モデル、はい、共通して専用になってますね、はい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 。アウディ割とこう伝統的にこう、そう、はい、スポーツモデルこれ使いますね。なるほど、はい。でなんか、ね、横から見た感じもだからすごくシャープな感じがします。そうですね、はい、なるほど、うん。そして後ろに行くと後ろもちょっと出てると。そしてちょっとこのフェンダーの造形もなんかすごいですね、これ、うん、普通こうボコンって出てるのがこう一回ここでへこんでるんですね、はい、へこんでますね、はい、けどなおかつこうちょっと出てるんですね、うん。そしてデズラもなんかそうちょっとこれ本当にこれ純正ですかっていうぐらい本当そうですよね、はい、際どいんで、はい、まあ、他の車もそうですけど、はい、これがついちゃってますね。つらっつらですね、はい、これがないと日本の法律に適合しないんで、はいはいはい、デズラが保安基準的にちょっとこれがそうですついてるという、はい。ちょっとでもこのデズラを見たら、うん、まあちょっとこんだけ引っ張ってないとダメだよねと思いました。そうですね、はい、うん、すごい。これなんですかね、でもねちょっとこれね、はい、原車見てみないとちょっとピンとこないのかもしれないですけど、はいはい、不思議なプレスラインです。そう、はい、まあでもあれでしょうね、あのポルシェアウディお得意の補強でしょうね。ここで一回折り込んでるんで、はいはい、でこれ裏の爪がすごい薄いんですよ、折り返しが。あ、なるほど。だからここでポルシェみたいに補強出せないんで、多分こっちの面で出してるんですかね、あのような気がします。まあ、デザインも含めて、はい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 、うん、ちょっと独特なプレスラインですよね、うん、普通じゃ思いつかないですもんね。そうですよね、うん、普通だったらこうなりますよね、普通にこう一回えぐってますからね、うん。そして後ろに行くと、はいはい、このスポイラーも、うん、RS 的なところなんですね。そうですね、標準ですね。ちょっと小ぶりな感じで、はいはい、うん。そしてマフラーがなんかこれちょっと下見の時にちょっと逆に大きすぎてバランス悪いなと思っちゃったんですけど、はい、すごいっすねこれ。なんかこれマフラーだけこうアップで見ると、はい、なんか RS6 かなんかみたいなねそんなサイズ感ですよね。ですよね。こんなに大きい出口いります、うん、いります。すごい、はい、いるんですよきっと。なんかこうブレーキしかりこのテールしかりなんかバランスの逆に悪く感じちゃうぐらい、そうですね、インパクトがすごいのがいいですね、ちょっと、はい、なんか主張がすごいです、はいはいはい、うん。でこの辺もちょっとサテンで合わせてあるんですね。そうです、で前回りと一緒ですね、はい、ディフューザーの形状もすごいですね、これ、はい、ちゃんと形状作られているので、はい、本当だと、はい、もっとこれ奥まで行ってるとかっこいいですけどね。そうですね。でも最近の車ってどうしてもこう、はい、音とか振動を抑制するために見えないんですけど、遮熱板みたいなのがこうえぐってグッと入ってるんですよ。ますよね、そう、はい、なのでディフューザーがどうしても大きく作れない。あ、でもやっぱりメーカーとしてはつけて空気抵抗をうまく流したいんで、まあまあ苦肉の策なんでしょうね、こう、なるほど、いろんな形を作ってとか、はい、すごくなんかレーシーな感じ ですよね、はい、あのデザインはあの見た目もすごくいいと思います。そして後ろにもしっかり RS3 のエンブレムが、はい、ついてるっていう、うん、いやすごいですね。なんかもう外観にこうちょっと普通じゃない感がもうね、にじみ出てます。そうなんですよ、はい、もうこうオーラがビンビン出てるんで、はい、いやすごい車ですねこれ、うん、はい。じゃあ続いてちょっと内装も見てみたいと思います、はいはい、これあれですか、スマートキーというか。そうです、スマートキーですね。ついてる、ついてます、はい、内装こんな感じでございます、うん。いやもう内装は至ってシンプルです、至ってシンプルです至ってシンプルですね、はい、
ただところどころこう、うん、カーボンが使われてたりとか、はい、アルカンターラが使われてたりとか、うん、はい、そんな感じです、うん、ただもうなんか全部カーバリーとかっていう感じじゃなくて、もうこの辺は本当にポイントを抑えてちょっとスポーティーな感じに仕上げてますって感じですね、うん、派手さはないですけどね。そうですね、うん、ただなんかちょっとこのここ なんて言えばいいんですか、この、うん、開けるこのレバーもちょっとこう、はい、凝ってたりとか、うん、はい、ところどころなんかこうエクステリアのこのサテンシルバー的なのがこう、そうですね、共通性がある感じになってたりとか、うん、はい、ちょっとおしゃれな感じです、はい、うん、でシートもなんか2種類、そう2種類あります。はい、はい、これは標準の革シートレザーシートなんですけど、はい、オプションのスポーツシートもあります。なるほど。ただそうオプションのスポーツシートを選んでしまうと、はい、パワーシートではなくなってしまうっていう。あ、そうなんですね。そうなんですよ、手動になっちゃうんですよ。そうなんです、はい、だからそれがちょっと微妙な感じですね。で今回のはちょっとこう快適さを、そうですね、はい、求めた普通の標準のシート、標準のパワーシート、はい、これ車もバリバリの新車コンディションじゃないですか。そうですね、さすが5800キロ、はい、もうシートももう本当に新車みたいな。そうですね、はい、全くやれてない。やれてないです、はい、すごいです、うん、でお決まりのこのスカッフプレートには RS3 のロゴは、うん、これ光ってますよね。光ってます、はい、はい、なるほど、うん、ちょっと乗ってみていいですか。どうぞ、はい、よいしょ。うわ、いや、もう全然ちょっとクッション固めですけど、うん、はい、全然こうゆったりな、ゆったりな感じですよね、はい、サイドサポートもそんなに張り出してないし、はいはい、横も全然張り出しがきつくないです、うん、もう全然ゆったりな感じです、はいはい、で調整は定番の座面の上げ下げと前後と、はい、そうです、リクライニングと、はい、はい、まあ、この辺でちょっと細かくも調整できますっていう、うん、はい、感じですね、はい、いやもうシートの張りがすごいです、ね、新車ですもん。本当ですよね、すごい、めちゃくちゃコンディションがいいです。めちゃくちゃいいです、はい、そしてペダルもなんかちょっと、うん、フットレストがちょっと寂しいですね。そうですね、はい、ただアクセルとブレーキはちょっとおしゃれな感じで、うん、はい、はい、アルミのペダルになってます、はい、ちょっと一回剥がしましょうか、うん、はい、こんな感じで、はい、なってます、はいはい、インパネはもう本当にドアに続き、はい、至ってシンプルです。そうですね、はい、うん、ただステアリングはいいですね。これいいですよ、なんかめちゃくちゃレーシーですね、ステアリング。リシェイプで、はい、アルカンとレザーのコンビになってます、はい、なんか握った感じも本当にめちゃくちゃレーシーです、うん、なんかいい感じですよね。いい感じです、すごく、はい、うん、でちゃんとこう造形もこうちょっとボコってなってたりとか、うん、はい、ちゃんとここにこうへこみがあってます、はい、でエアバッグがなんかちょっとちっちゃめな感じで、うん、はい、でこの辺は一通りやっぱりついてますね、はい、はい、アウディという感じのスイッチ周りです。なるほど、うん、そしてちょっとオンにしてみていいでしょうか、はい、これスイッチが、うん、これ周り赤いのは、うん、RS 的なやつですよね、じゃないんですか。知らないです。そんなことない、そんなことない、うん、あ、そうかもしれないですね、もしかすると。うん、普通のって確か普通にシルバーですよね。あ、そうだっけ、だった気がする、ね、言われてみない、気にしただけないんでわからないです。確かそんな気がしました、僕、はい、はい、ちょっとオンにしてみたいと思います。どうぞ。こっち、はい、でメーターがこの全部液晶の、なんて言うんでしたっけ、はい、これメーターはこのアウディ定番のバーチャルコックピットですね、はい、はい、こんな感じの、はい、でこれこっちにナビも出せるんでしたっけ。出せます。ですよね、はい、はい、でこっちには、はい、出てくるタイプの、うん、はい、モニターが、はいはい、ついてると。なるほど、なるほど、はい、かっこいいですね。そしてこの辺はかなりシンプルですね。シンプルですよね、はい、もう本当に必要最低限のものしかついてない感じですね。あ、そんな感じします、はい、モニターの出し入れと、はいはい、うん、ドラコンと、はいはい、パークセンサーとアイドリングソップ、ドライブセレクト、うん、はい、はい、あれこれドライブセレクトで、うん、あれですよね、マグネティックなんとか、うん、あの電子制御の足回りがついてると、うん、これで変わったりする、うん、そうです。こちらの車はついてないですね。ついてないんですね、うん、なるほど。でエアコン周りと、はいはい、この辺も本当にシンプルな感じで、うん、でナビオーディオ、サイドブレーキもこの辺も、はい、こんな感じです、はいはい、いやちょうどいいなんか広さです、うん、僕的には、はい、でもあのボディサイズからすると、はい、中は広いと思いますよ。ああ、なるほど、間違いなく、はい、うん、全然十分な、はい、そうですね、ちょっと窮屈さは別に感じないですね、うん、はい、エアコンの吹き出しとかちょっとおしゃれでいいですよね、はい、ちょっと変わった感じで、うん、
回してオンオフですか。はい、はい、で向きが変えられて、うん、はい、で結構装備も充実してるんですよね。そうです、アダプティブの、クルーズコントロール、クルーズコントロールと自動ブレーキと、うん、そうです、はい、なんでその辺の必要機能も全部ついてると、うん、はい、はい、でライト周りこんな感じです、うん、はい、そしてパワーウィンドウ、ドアの方はこんな感じですね、はい、あ、オーディオバングついてるんですね。バングついてます。なるほど、はい、音いいですよ。これでもちょっと気になるマフラーサウンドでかき消されちゃったりとかないですか、うん、あるかもしれないです、若干ね、はい、でも一応バングはついてると、はい、はい、うん、じゃ あツイッターもついてるんですね。はい、でピラーもなんか黒いファブリックで、うん、はい、そうですね、ルーフも、うん、なるほど、はい、ちょっと落ち着いた感じで、うん、はい、内装本当にシンプルです。まとまった感じですよ。余計なものが、はい、余計なものがそうついてない、うん、はい。必要なものだけっていう。そうですね。なるほど。で、この辺の中も、うん、はい、小物入れて、うん、はい。あ、でも USB が2系と、はい、そうです、ね。AUX もついてると。はい。こんな感じなんですね。そうです。はい。いや、なんか本当にシンプルです。ですね。はい。うん、内装こんな感じでしょうか。はい。はい。あ、でもこの辺の質感とかなんか、これね、はい、見ないと分かんないと思います。この今気がつきました。ちょっとアルミみたいな、ちょっとウッドな感じの、アルミのような感じの、そうですね、なんていうんですか、ウッドというかアルミというか、ちょっと、はい、目がある、そう、はい、映りますか、映ってますか、ギリ映ってます、はい、はい、ちょっと横見るとなんかこう、うん、そうですね、気が利いた感じになってますね。そう、うん、なるほど、シフトにもしっかり RS が、はい、なるほど、うん、いや本当にシンプルですね。ね、ここアルカンターラなんですよこれ。はい。いやだからなんか触るものがすごく質感いいっす、うん。そうですよね、はい。こっちもアルカンターラになってたらかっこいいなって、僕個人的には思ってたんですけど。はいはいはい、はい、はい。でもそうするとこことこことかになってきちゃうじゃないですか。そうなんですよ。はい、ね、はい。いい感じのところで止めて。はい。でも価格がまあまあするじゃないですか。調べたらなんと AA とか買えるぐらいの。はい。ね、はい、だって A3 の一番安いやつが2台買えるんですよね。そう、 RS3 って、うん、はい、800万ですからねなんかこのシンプルな内装でこの車のサイズで800万円ってすごくないですか、うん、はい、でも買った新車をのこれを買った人たちってすごくいいよって言うんですよ、はい、みんな使い勝手いいし、はい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 、どこでも乗っていけるし、はい、早いし、はい、うん、でいろいろ僕調べたらそれがもう本当にエンジンとかそういう足回りとかそういうところに全部こう注ぎ込まれてるんですよ、はい、その代わりこう内装とかはめちゃくちゃシンプルっていう、そうですね、はい、なんか割り切っててすごいですよね、うん、いやすごい本当に中は想像以上にちょっとシンプルな感じでもポイント押さえて全然安っぽくはないですね、なんか全然安っぽさはないですね、はい、なんかちゃんとカーボンになってたりとか、はい、はい、そんな内装です。ちょっと後ろも乗ってみていいですか。はい、はい、やっぱりちょっとこの辺のサイズの車だと後ろ気になるところですよね。そうですね、はい、でフロントのシートは僕が今ちょっと乗ってちょうどいいぐらいになってたんで、まあ、前すぎず後ろすぎずって感じだと思います。ちょっと乗ってみたいと思います。後ろももう新車コンディションじゃないですか。これ新車コンディションです、はい、なんか、はい、撮影とはいえも、うん、乗らせていただくのはちょっと申し訳ない感じのコンディションですけど、そうですね、はい、あ、意外に後ろのなんかシートはなんか柔らかい気がしますけど、はい、気のせいですかね。いや気のせいじゃないと思います。柔らかくしてるんだと思いますよ、はい、後ろは座るとこすごく柔らかいです、うん、はい、ちょっと、あ、でも、あ、でもちょっと天井はちょっと低めですかね。そうですね、はい、座高マックス僕が乗るとちょっとついちゃう感じですね、はい、ちょっとタイトです、はいはい、あ、でこちらセンターコンソール出して、はい、ついてるんですね。ついてますよ。あ、はい、ドリンクホルダーも、はいはい、あ、ちょっと飛び出るんですね、はい、なるほど、うん、こんなのもついてると、うん、だからすごく質感は悪くないですね。はいはいはい、はい、でエアコンの吹き出しとシガーと、うん、はい、あとここも何かついてるんですか、うん、はい、もうこれはお約束の、ああ、そういうことなんですね、はい、あ、なるほど、うん、何だったら着ちゃってもいいんじゃないですかダメです、はい、ダメですね、はい、はい、入ってます。ベストが、そうです、はい、はい、入ってます、うん、ちょっと割とタイトです、はい、まあでも別にこのボディサイズだったらまあまあ、いや全然いいと思います、はい、でなぜかというと、はい、毎回言いますけど、はい、その
標準のこのシートがすごくいいシートで、厚みがすごいんですよ。すごいですよね。はい、なので普通に考えたらこのボディサイズで言えばスペース的には狭くないです。あ、なるほど。このシートがついてて、はい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 、確かにこんだけ厚みのあるシートがついてるのに、うん、普通にこれですからね、はい、スペースありますからね。ちょっとえぐってありますし、えぐってありますし、はい、翼先入りますし、はいはい、なんで、はい、広いとは言わないですけど、はい、この絶対的なコンパクトなボディからすれば、なるほど、優秀ですね、はいはい。まあ、ちょっと5人乗りですけど5人目乗せちゃうとちょっとタイトですね、うん、そうですね、はい、後ろはやっぱり小さい方になっちゃいます ね、 そうですね、お子様だったりとか。なるほど、うん、ただまあ必要にして本当に十分な、はいはい、感じです、うん。これドアも結構な剛性感ありますね、うん、ありますね。ドイツ車らしい感じです。しっかりしてしっかりしてます。ちょっと続いてトランクも見てみたいと思います。はい、はい、よいしょ。もうトランクもなんか本当にシンプルな感じです、うん、はい。でもなんかちゃんとこの辺もボディ同色で、そうなんですよ、はい、カバーついてて、うん、はい、意外にここなんか黒だったりするじゃないですか。そうですね、あれ BM でしたっけ、うん、そうそうですよ、うん、はい、ちゃんとなんかボディ同色になってて、うん、で容量結構ありますね。結構ありますよこれ、はい、うん、でちょっと下調べしてて、はい、謎だったんですけど、うん、これ、うん、分かりました、はい、これ何ですかこれ。下調べしてて、あ、分かったんじゃないの。いや、分かりましたけど、うん、はい、なんか、うん、コンビニとか袋をぶら下げるっていう、うん、はい、はい、ですよ。本当にそうなんですか。そうじゃないですか。あ、そうなの、うん、本当に、うん、これえ、別に置くんじゃダメなんですか、うん、え、だってこの方が転がらないじゃん、袋が。 あ、そういうことなんですか。そう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 、あ、それで、あ、まあ、確かにそうですよね、はい、ボンと置いちゃったら、あの、例えば、はい、車の掃除道具、はい、トートバッグ的なものに何か入っていってれば、はいはい、ここにぶら下げとくのが一番散らからないですよね。あ、なるほど、はい、確かにそのままボーンといたらこう、うん、転がっていっちゃうんですか。あの、ちょっと前の輸入車とか結構こういうのついてて。え、そうなんですか。そう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 。で、あと、はい、アウディは今もつけてくれてるんですけど、はい、これも、あ、そうですよ ね、 ね、 そうですよね。ちゃんとフックになってるじゃないですか、はいはいはい、で最近こういうのがなくなってきてるんで。あ、確かにそう言われるとそうですね。はい、だこう開けっぱなしでこう片手でみたいな。はいはいはい、はい、あれメルセデスでしたっけ、 BM でしたっけ、うん、もうありましたよ、ね、ありますあります。へえ、はい、が未だにこうアウディはちゃんと、そうですね、ポイントがついてるんですよ。うん、ただこうやって見ていただければ、はい、こう、あ、ちゃんとトレーになってるんですね。そう、トレーになってるんで、この辺はすごく優しいですよね、メーカー。なるほど、はい、アウディは優しいメーカーですね、はい、ちょっとなんか使い勝手も割と良さそうな感じで、はい、そうですね、はい、あとこちらにあるようにカーゴネット使っていただいて、はい、パンク修理キットと、そうです、ジャッキと、はい、はい、で、まあ、RS モデルなんで、はい、バッテリーは後ろに積んであります。え、標準モデルって前なんですか。そうです。そっか、はい、エンジンの脇、そうですね、そうです、ワーゲン、アウディのもう定番のレイアウトで、定番のレイアウトエンジンの脇に、そうです、本来は積んであるのが、はい、あ、RS だとトランクに、はい、そうです。あ、そうなんですね、はい、後でエンジンルームのお話でまたご説明しますけど、はい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 、あ、なるほど、はい、そしてしっかりトランクスルーにもなるんですね、うんうんうん、はい、あ、倒すのはやっぱりこう車内側からの、はい、そうです、なるほど、アウディは車内側ですね。あ、じゃあ全然容量も、はい、まあ、全然容量稼げるんで、ありますね、はい、はい、全く問題ないと思います、はい、うん、詰めちゃいますね。そうですね、なるほど、うん、こんなトランクです、はい、じゃあ続いてもうメインと言っても過言でないちょっとエンジンルーム見てみたいと思います。じゃーん、いや、すごいね、はい、まさかの5気筒エンジンっていう、そう、はい、アウディ伝統の伝統なんですね。直列5気筒、もう恥ずかしながら僕あんまり知らなかったんですよ、はい、5気筒って言ったらなんかボルボっていうイメージだったんですけど。あ、そうですか、はい、なんかいろいろ調べたらアウディの5気筒、うん、とんでもないんですね。そうです、はい、はい、なんか10年ぐらい前に復活してるんですか、5気筒。そう、一回なくなってるんですよね。はい、はい、で、本当昔からその直列5気筒で縦置きに積んでたりとか、はい、っていうのをずっと伝統がありましたね、はい、で、まあ、フォルクスワーゲンの、はい、との共同で、はい、あの一時土してるから、はい、日産のサンタナとか、はい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 、あれも5気筒エンジン積んでたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ、はい、でなんかグループ B でなんか、うん、もう結構名を馳せた、そう、はい、
ですね。5気筒なんですよね。そう、はい、うん、アウディの5気筒。そうなんですよ、はい、でなんかそれを彷彿とさせるなんかサウンドもするとかって。あ、そうなんですか、はい、あ、それは知らなかったです。アウディの5気筒でこうレーシングサウンドって言ったらやっぱりこう、うん、5気筒がこう奏でる音がこうやっぱり、うん、はい、そうですね、それはそうかもしれないですね。でグループ B って言ったらもうなんかもう何でもありの、はいはい、当時とんでもない、うん、はい、カテゴリーだったんですよね、はいはい、クワトロクーペとか、はいはい、調べたら出てきました。そうですね、はい、なんかもう0、100、1秒台がザラみたいな、うん、はい、中にはなんか F1 より速い車もあったとかっていう。あ、そうなんですか、はい、らしいです。だからちょうど F1 もなんかこうホンダが1000馬力、1500馬力とか、うん、めちゃくちゃやってた時代とちょっと被ってるんですね、被ってるんです、はい、グループ B って、うん、で速すぎて事故が多すぎてなくなっちゃったカテゴリーっていう、そう、はい、なんですよね。でその頃のこう動きとをちょっと彷彿とさせるような、うん、はい、そんな感じのエンジンという。結構メーカーが無茶してた時代ってことですよね。はいはいはい、うん、ですよね。でさらに5気筒ってこれなんかこう R8 とかこうガヤルドのこう V10 でしたっけ、はいはい、あれガヤルドでしたっけ。ガヤルドですよね、うん、はい、のちょうど半分って言って、うん、はい、なんかサウンドもなんか、うん、V10 サウンドチックな、はい、それもなんか書いてありましたよ。あ、そうですか、はい、ちょうど半分で要は高回転回した時に、うん、ちょうど半分の音がするからなんか音質がなんか近いみたい、うん、だからベイビー V10 とかって、へー、だからちょっとそれに通ずる音もなんかちょっとするとかっていう、はい、どうしたんですか、すごい勉強してるじゃないですか。いやいや今回ちょっと、はい、時間もらったんでちょっと調べようと思って、はいはい、だからもうなんかエンジンがとにかく、そうですね、はい、すごい、もうエンジンとクワトロシステムと、はい、あ、そうなんですよね、四駆が、うん、はい、四駆が売りですね、はいはいはい、で結構コンパクトのこの辺の四駆って、うん、どうせこう FF をこう FF 寄りの四駆でしょって言われちゃうんですけど、はい、もうこれはもうアウディの正真正銘の四駆のシステムが、はい、入ってるんで、そうですね、はい、そんなこともないと、はい、はい、そして前置きが長くなっちゃったんですけど、はい、エンジンのサイズがやっぱりこうちょっと、そうですね、液筒分増えてるんで、はい、ここにバッテリーがないと。そうです、はい、なので先ほどご案内したようにトランクの方に移設されてると。なるほど、はいはい、そしてなんかこの鋳物のインテークと、うん、なんかめちゃくちゃレーシーな、うん、はい、エンジンですね。ね、エアクリルも、なんかでもこれ、はい、すごく良くないですかね。結晶塗装だと思いますよ。なんですかね、はい、はい、なんかあの80年代90年代のスポーツカーの、はい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 、そんな感じですよね、はい、それを僕ちょっとイメージしました。ああ、そうですよね、はい、すごくかっこいいです、なんかハイパワーなモデルになると、うん、なんかインテグがいいものになるんですよね、アウディを上げて。確か、ああ、そうなんですか。そうですよね、じゃなかったっけな、確かそうだと思った。へえ、下のモデルだとプラスチックのインテグなんですけど、うん、そうですね、ハイパーモデルだとちゃんといいもののインテグになるっていう。へえ、で多分ターボブーストかかるからとか多分そういうのもあるんですかね。多分ですけど、ありますね、はい、うん、でなんかちゃんとこの天面が削り出された感じ、はい、はい、かっこいいですよね、はい、すごくレーシーな感じです、はい、でもインテークのこうサイズが尋常じゃないですか。尋常じゃないですね、はい、でスペック的に言うと 2.5 リッターで400馬力、うん、400馬力です、400馬力です、400馬力ですこのサイズで400馬力です、400馬力です、はい、すごいっすよね、うん、速くて当たり前だよね、はい、4駆だしですよね、はい、もうそもそも4駆じゃないと受け止められない。そうです、そうです、すごい、うん、いやこれはすごいですよ。何がすごいって、はい、言ってしまう と、はい、日本車で言うと、まあ、はい、カローラのサイズだったり、あ、まあ、ですよね、はいはい、ドイツ車で言えば、はい、ベンツ A クラスだったりのサイズなわけじゃないですか、はいはいはい、BM の、なんだ2シリーズ、2シリーズとかのサイズですよね、はいはい、で0100知ってますこれ 4.1 秒。そうなんですよちょっとするとちょっと間違えると3秒台ですよ、はい、ってもだって R8 と並んで走ってるんですよね。そうですよね、R8 も確か4秒とか 4.1 秒とかそれぐらいですよね。そうです、このギャップがとんでもないですよ。で、はい、はい、ちょっとびっくりすると思います、はいはい、すごい、なんかもう、はい、もうここですからね売りが、はい、これです、はい、すさまじいです、うん、はい、でも本当になんかこう補強とかもこうあんまりないんですね。多分見えないところでやってあるんでしょうけど、はい、相当やってあると思います。ですよね、はい、なんかごっついこうターバーがついてるとか、うん、こう BM なんかだとこういうカーボンのこうド派手なこうターバーがついてたりするじゃないですか、はい、そういうのなくこう、うん、すごいこれはすごいですよね。台数も本当少ないんで、はい、うん、ですよね、はい、なんか日本の割り当てちょっと少ないんですか、RS、多分少ないと思いますね、はい、特にセダンはこの RS3 セダンは少ないですよね。あ、うん、なんか他のやつだともう今年販売分が売り切れちゃってるとか、うん、はい、
なんかよくわからないんですけど、はい、発表されてカタログに載った瞬間に完売になっちゃうじゃないですか、台数少ないからでもそのカタログラインナップしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、はいはいはい、不思議ですよね、毎回それで買えない、結局買えないんですよね、うん、いやこれすごいです、本当に通好みですね、ね、はい、いやすごい車です、うん、これふと気がついたんですけど、はい、ボンネット相当軽いんですね、これなんかいろいろ調べたんですけど、至る所がアルミで軽量化されてるらしいですよ、そうですよね、はい、なんで今こんなダンパー1本なんだと思ったんでそうですよね、そう当然軽いんですよね、はい、普通だって効いてるんで、ね、そうです、はい、ダンパーもなんかすごい位置についてますけどですね、はい、改めて見れば見るほどすごいです、欲しくなっちゃいます、ちょっと続いて気になる排気音を、はいはい、10日もじゃあちょっと一緒に、はいはい、やりますか、やりたいと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、めちゃめちゃいい音してますね、いい音してます、はい、ちょっとでもマフラーさらに変えてバゴンにしたいです、したいねそういうこと言うと怒られちゃう、はい、でもすごくなんかレーシーなサウンドしてますよ、そうですね、はい、続いて10日もちょっと見てみたいと思います、お願いします、あ、これ順番に光るやつが、はい、あるんですね、これがロービーム、これスモールですかね、ちょうどこのチューブのところが光る感じです、はい、でロービームがプロジェクターが光ります、そしてハイビームが内側が、はい、LED が光ってます、はい、で当然あウインカーはあウインカーこの上だけ色が変わって光る感じです、なるほど、で当然フォークランプはないと、はい、続いてちょっと後ろも見てみたいと思います、後ろはちょうどあちょっと不思議な光り方してますね、この上とつながりつつの下のここが、はい、でブレーキがこのボディ側とハイマウント、そしてバックフォグがトランク一番内側ですね、両側が光ってます、そしてバックはこのトランク側の外側が光る感じです、あでウインカーは流れるウインカーがシーケンシャルのものがついてます、ありがとうございます、スポーツゲームベーハー、アウディゲームベーハー、はい、アウディはなんていうのゲームベーハーか、はい、それ どこから撮ってるちょっと話のつじつまが、はいはい、ちょっと僕が無知すぎて、はい、ちょっとねここが意味わからなかったんですけど、そう、はい、あの僕的には開け閉めするたびに、はい、このロゴが見えるのがすごく、なんて言えばいいですか、他に例えようがあんまり他だとないですよね、 なんて言えばいいですかね、メッセージで言ったら MG と、うん、そうちょっと違うかもしれないけど、はい、まあ、それに近い、あとは BMW で言えば、はい、M、 あ、はいはいはい、アウディじゃなくてちょっとそのスポーツモデル専門の部署が、うん、そうです、車を作ってる、そうです、もともとその、まあ、昔の話をしてしまうと、はい、そのアウディが今普通に積んでいるクアトロシステムっていうものを作っていた会社が前身かな、ちょっと僕は曖昧ですけど、はい、ちょっと皆さん後でググってみてください、はいはいはい、確かそういうはずなんですよ、はい、でクワトロクーペでさっき出ましたグルークB だったりとか、はいはい、あとは RS2 アバントのクワトロシステムだったりとかっていう、はい、そういうスポーツモデル独特なモデルを協業としてアウディとこうタッグを組んで作っていたんじゃないかなって、確かそんな感じだと思うんですよね、うん、がこのアウディスポーツ、そう、ゲームベーハー、今現在の名称で言うとアウディスポーツゲームベーハーなんですね、はいはい、当時は、はい、クワトロっていう会社でした、カメラマンさん違った、クワトロそんなような名前だったと思うんです、ちょっとググってみないと分かんないんですけど、ごめんなさい曖昧なんですけど、でクワトロが作ったクワトロシステムみたいな、
それがアウディの4駆の基礎となっているっていうはずです。なるほど。なんでなんかこのアウディスポーツっていうこのロゴを見ると特別感は僕ちょっと控えめな感じで、そうなんですよ、なんか特別な車なんだなっていう、はい、気がします。だからさっきもちょっとツッチの方からありましたけど、見えない補強が相当されてるんだろうと、当然だと思います。はい、あの BMW の M 社が作る M 社って今言わないのか、はい、BMW の M モデル、はい、M3 とか、はい、M4、M5、M6 すべ、はい、て、はい、あのスポット、はい、溶接が、まあ、多くなる。あ、そうなんですか。そう、アルピナも多くなる。へー。そうで、見えない部分で例えばこうフロアの下とか、はい、つなぎ目があるじゃないですか、はい、そういうところスポットを多くして、はい、がっちり固くくっつける。でボディが当然硬くなるんで、はい、力の逃げは、はい、このねじれがなくなりますから、はい、ボディも冷凍ですから、はい、冷凍として考えるんで、はい、メーカーは、はい、でここの冷凍をきつくすれば当然逃げるところってバネじゃないですか、はいはい、でバネとショックでバランスを硬く取るんであれば今度タイヤに逃げるじゃないですか、はい、そのトータルバランスをどこでメーカーが良しとするかですよね、はいはいはい、それが一番硬く感じるのがポルシェなんですよ、はい、でこううまく動かしているのが BM なんですよ。でアウディはそこのいいとこ取りしてるっていう。で僕はアウディすごく好きです。なるほど、はい、そんな見えないところも結構メーカーごとのキャラクターともう乗っていただくと、特にこう極めたスポーツモデルを、はい、乗って、あとはノーマルの、例えばこれで言えば A3 セダン、はい、ベーシックなもの、逆にちょっと乗ってみたいですね。そうなので、はい、あの乗り比べると、はい、あの基本コンポーネントは近いのかもしれないですけど、はい、全く別の車乗ってる感覚になります。それがまた面白いですね、うん、ちょっと乗り比べしたいですね。したいよね、うん、いやなんかこう見た目でこれだけ違うものがついてるとちょっと興味ありますよ、ね、そうですね、はい、いやすごく楽しそうな車、うん、興味の湧く一台です。ちょっと本当に知識がなさすぎて僕そんなことないでしょうけど、はいはい、アウディって言ったらあのスキー場 の, あのジャンプ台をこう登っていく CM そうだからそのレベルですからね。そう、でも、はい、あれこそがクワトロシステムを象徴してるんですよ。あ、で今は時代が違うので、はい、いろんな車があるんですよ、はい、で、はい、でも私がたまたまお付き合いしたお客様、はい、東北方面、北海道、はい、新潟、はい、いわゆる雪の多い地域のお客様は輸入車で安心なのはアウディって今でも言えます。あ、はい、そこにベンツ、BM がこう、ね、はい、どん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 食い下がってるんですけど、まあ、今でもアウディが安心という方は多いです。あ、だからあの土地北海道旅行とかあんま行かない？行ったことない。行かないですか。北海道 の, あの高速道路とか普通にこうレンタカーで走ってるでしょ、はい、ちょっとあの法定速度ないですけど、はい、結構な勢いで走っていく人は大体アウディなんですよ、はい、夏でも冬でも、だからアウディ需要ってやっぱり北国はすごく多いです、うん、もう実際の性能プラスやっぱりその培ってきた信頼感というか、はい、そうですね、信頼性でもやっぱり、はい、多分気持ち的に安心できるんでしょうね、雪でも。いや本当にこの車すごいですよ、はい、すごい。ちょっと脱線しちゃいましたけど、はいはい、そんな一面がありますアウディには。はい、で毎回土川さん聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすれば、うん、はい、もうなんかもうなんかこうかっこいいですけど、そう、出来上がってる感もあるんですけど、はい、いつも通り、まあ、ちょっとタイヤホイールな感じです、ね、タイヤホイールは当然です、はい、なんか僕的には、はい、ちょっとせっかくのここまでの車なんで、はい、ちょっと頼りないっていう感じがあるので、あ、なるほど、もうちょっとなんとかしたいです、はいはいはい、あとなんかちょっとタイヤも含めてかなと僕思ったんですよね。そうですね、はい、うん、もうちょっとグリップするタイヤ履かしちゃってもいいのかなっていう気がしますよね、うん、そうですね、はい、インチ的には19インチなんで別に問題はないと思うんですけど、はい、見た目も、はい、あとちょっとかっこいいデザインのホイール入れて、なるほど、あとはやっぱりちょっとキャリパーが大きいんで、うん、その辺こうちょっとノウハウがないと、そう、ね、はい、そう、 うまく逃げるのはね、はいはいはい、何でもかんでもちょっとつけられますって感じではないです、ね、ではないですね、まあ、その辺はボンド東京ご相談いただければ、はい、いかようにも多分できると思います。何とでもしますんで、ぜひご相談ください、はいはいはい、というわけで今回はボンドカーズ東京より2018年式アウディ RS3 セダンをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。